ここは中国山西省のショッピングセンター店の入り口で着ぐるみ姿の人と警備員が言い争っています着ぐるみの中は買い物客の女性別の店にも立ち寄ったのでしょうかその手には複数の買い物袋が女性の格好を不審に思った警備員は女性の入店を拒否します女性は 着ぐるみは防護服の代わりだと新型コロナウイルス対策を主張しましたが警備員に阻まれ結局、店の中に入ることはできませんでした。